さん、オワコンじゃなかった。驚愕田中碧さん、今季ドイツ2部でのスタッツ。キッカー採点2部全選手のランキング24位。AI レーティング2部全選手のランキング46位。ちなみに去年一部昇格した板倉のスタッツとほとんど変わらんぞ。思ってたより悪くないな。オワコンじゃなかった模様ほぼ板倉の模様。普通って感じやな。上位50なら個人昇格もワンチャンあるな。J でやればいいんちゃうかな、彼女もいるんやし。板倉2部時代4点も取ってて草なお田中碧は今季1点どうすんのこれ。得点で評価するってにわか丸出しやん。まあ板倉のが断然上なのは認めるけど、ドイツ2部とか行くぐらいなら J のが増してのはありそう。ポジション違う2人のスタッツ比べてバカじゃねえの。三笘との友情ドラマのおかげで代表は安泰やからな。もういらんやろ。スコットよりレベル高いリーグでこれだけできればすごい。人体やってるんじゃなかった？日本人にしてはすごいんやろうけど、もう向こうでは誰も興味ないんやろうな。日本人にしても大したことないやろ、やめろや。2部でもベルギーとかスコットより格上なんやろ。昇格権やな。怪我なければ一部からオファーあったやろな、もったいない。怪我してから知らんのやけど今どうしてんの？まだ療養中？ FIFA ランキングの日本みたいやな。こいつが代表に呼ばれんの意味わかんないやろ。三笘とニコイチのメディア広告用。試合見れば普通にできよいからな。ちなみにそれでもあんま信頼されてなかったから監督と不仲としか思えんのやけど、さっさと一部行った方が良いな。監督彼は中間の位置でボールを求め、すぐにパスを返すことが多い。そんなことは誰にだってできる。なんとも言えない感じで草。なお大手市に低調なパフォーマンスでデュッセルドルフは獲得失敗と批判されている模様。確かに悪くはないな。特にポイント稼ぎにくいボランチや下が2部ってのを考えると、U22 のブラジル戦の時はすごい選手になると思ったんやけど、同じ年のスビメンディみたいなピボーデになれないか？きつい。あの時はこれからの代表を背負うのはこいつだって知ったんだけどね。結局あの試合で躍動したメンツはその後ほぼ全員微妙。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。